モデルがこれが1番2番1番2番3番3番は外が4番こういう形4番で5番6番で5番で6番6番6番で作れる。OK で一応型はもう一度確認3番で4番6番4で、このオレンジの方は2個取り、はい、ね、はい、じゃあ型はこれで枠は OK と、モデル、はい、モデルは型はそれでこの型を使います、はい、でモデルはこれがモデル。あ、やっぱちょっと傷ついてるね、なんかね、現物はモデル、あ、ここ擦り傷があるね、なんかね、ほら擦り傷、あ、うん、かじってるね、はい、うん、そうすると、おモデルがここにあるから、はい、どういうふうに型作りをするかっていうと、ここから気泡を抜く、ここから気泡を抜く、こういうふうに、こういうふうに製品を立てる。だから、まあ製品的には、はい、パーティングはこういうふうにやって、押し出しピンは上から、下から、フォア側から押し出すっていうパターン。まあ、こう、刻印が、こう、パーティングラインに対して垂直に上下する。シンクダップの場合には、はい、どちらの方のゲート口がいいかって。成形品は、品物は、このところにピンがあるから、合わせがあるから、こう、パーティングに対してこう上下方向でならざるを得ない。はい、で、真空ダップの場合はどっちがいいか、こちら側か気泡抜いた方がいいのか、こちら側か気泡抜いた方がいいのか、気泡は充填されるとこっちに上に上がってくるよね。で、こっちに上上がってくるよね。だから。これは型がこうなってれば、気泡は上に向かってくる、はい、上に向かってくる、だから、どっちがいいかな、悩むな。こちらのサイドから入れてるのは、やっぱり、はい、あの樹脂が
熱可塑は型に当たってこういう風に回る、うんうん、こちらからサイドを切ると一気にコアの立ち上がりに当たっちゃう。だからこちらの方から低い方からすんなり回すんだろうけど、シンクダップの場合はどっちがいいか悩むね、悩むね、悩むね、悩むね。切削の場合はここから切削してやっぱこういうふうに型開ける、こういうふうに型開ける。そうするとパーティングは、パーティングはここで、ここでコアがかなりでかいコアでキャビが薄くなってこうなる。こっちになるとここのところは最初苦労するけれど、どう最初苦労するけれど後々はうんと楽になる。こっちの型の強度が強い、うん、とりあえず真空成形の場合は、はい、どっちにしていいか分からない点もあるんだけど、こちらか側からこういうふうに、キャビティ作る、はい、でこっちのコア側の方はくっつけておく。だから、品物とするとランナーはこういうふうにする、うん、ね。で、サイドゲートのちょうどプラスチックのこのフレンネルのレンズとは正反対の方向でとりあえずランナーゲートを作って一型目作ってみる。了解しましたね。でこちらの方はもうサイドゲートなんだろうけど、多分押し出しピンの跡があるね、ピン跡が。そうですね、下にあるんで、うんうん、でもそれは何て言うんでしょう、うん、でこれはここのところからこの、うん、パーツの、はい、看護というかこの切りかけみたいなところ、デカットみたいなところがあるから、これコアのなんか周り止めかなんか知らないけどパーツが入るところだから、これいやらしいから反対側から、はい、こっちからゲート口回す。でゲート口は、サイドゲートで1点で、余分つけてやると3点ゲートでしっかり保持してやればいいんじゃないのかと思う、はい、でこっちはサイドゲート1点じゃなくてやっぱ3点で泡抜け、ここから泡抜け泡抜け泡抜けで、ランナーゲート切ってやろうかなというふうに思います、はい、だから3点ゲート両方とも3点ゲートで、ちょっとゲートは余分めだけど3点ゲートでいいと思います、はい、で、ランナーゲートにするのにはこれ鉄道模型のこれ、はい、が結構スチロールだし、HIPS かな、ものはアクリルよりは MMA よりは弱いから、はい、壊れるときは壊れるからこれの方がいいと。でちょうどこれがレールのこのパーツがランナーゲートで使えるから、はい、転用する。1、2、3、3つ、4つ、これランナーゲートこうなると、ランナーゲートまあどのくらいかといえばこれで3つ、1、2、3、ランナーゲートはこういうふうになる。1、2、3、1、2、3、3つ、これがランナーゲートの、ランナーゲートの両サイドで、一つゲート。ちょっと短いか、もしかと短ければまた作り直しする。こういう風な形で型にランナーゲートをつける。で、この長さが、これダメ。2つだと、これあれか。
3つで長さを調整した方がいいんだ。そうすると2つ半で、ランナーゲートがこうなる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 、はい、うん、カーブが若干やらしいってところですね。うん、そうそうそう。で、それは切るんですか、カットするの、うん、こういう形でなれば、下から上がってきた気泡がここのランナーゲート、このゲート口を通って上に押し上げられるね、はい、と、これ加工して、これは、これはこういうふうに切ればいいんだ。こういうふうに切ると円弧状になる可能性はある。で、溶かすとあのかなり、溶けるので、形状はある程度制御できる、はい、で、これは1個でいいんだと思う、うん、それはそうですよね、うんうん、やっぱ自分的に、はい、うん、で、あのもしエアがたまるんであれば、あのカッターナイフで型に、切りかけをやって水を作る、そういう形でいいと思う、はい、これがランナーゲート、ね、見やすくするために、こちらの板で、こちらの板でゲートが、ランナーゲートが、ランナーゲートというかゲートがこのところ、はい、こういう形、こういう形で、この作業盤の上で溶着してやる、はい、まあこういう形だね。これが、枠に対して垂直に立ってるね。で、これでいいやね。そうすると気泡はこの3点から入ってくる、こっちは1点から入ってくる、はい、ということになります。じゃあこのモデルだけつけるね。はい、はい、でここをつける。こうやってさ、こうやってこのラインに対してこうやってつければ別に、少しこう成形品削らなきゃいけないんだけど、はい、ランナーゲートはしっかりつくんで、はい、それで。それでこの溶剤を、溶剤とゲート口を溶かししてつける、この R 状に対してつけるね。そうすると物が溶けて、物が溶けて、ほとんどランナーに、製品にくっつかる。で、これをある程度の高さで、で、合うように、足が合うようにカット。で、こう
で、こう。で、で、これでこういうふうにセットしてやって、してやって、少しあれか、ハスに乗せてやれば型が担保できるのか、こういう形ぐらいの方がこっちの型があるか担保できるのか。で、どう？どう？これで。で、どう？一型目だからな。で、どう？どう？これで固めてやる？で、で、おお、こっちか。固めてやる？これで、これで、これで、こう固めといてやる。そうすると、こういうパーティングになる。型？はい。で、どう？で、これで固まる。これで型取りできる。まだダメだ。このまんま固まればいいってパターンだね。そうするとこれで、これで固まって補強をしてやる。このところ、はい、こういう形。はい、こういう形でシリコン型が取れれば、取れれば型として気泡が抜けやすくなって切開できる。はい、これで、はい、保管ね。そうすると、これで固まる、はい、ね。で、少し溶剤が飛ぶまで静かにしとく、はい、ね。だから、このままで置いとく。で、うん、ランナーゲートを、ランナーゲートをちょうどこういう形ね、はい、こういう形ね。で、ランナーがついてると、で、接着は OK になったと。ランナーはこういう形、こういう形で、あと型枠を2つ、はい、2面つけると枠になると、はい、
で、これで、パーティングは、ここのところをパーティングに切ると。で、サイドゲートと、反対向きに、今回はゲートつけたと。いうことね。はい。はい。で、とりあえずこれでやってみましょうと。で、よく考えると、こちらのゲート口な、湯口の方に気泡が上がってきて、万が一、型を、パーティングの方向と直角に切る場合は、ここからも気泡が抜けるパーティングができるということに、なるかなという気がします。で、正解かどうかは、とりあえずこれでやってみてどうかということだと思います。はい。OK。じゃあ枠を設置。シリンジを。シリンジと注射針と これ溶剤を垂らす OPP のフィルム、はい、OPP のフィルムだと溶けないで、塩化メチレンで、型枠を設置とゲート部のそのウィンカーレンズの小さいやつ、はい、ウィンカーレンズの小さいものはそれでランナーゲートのゲート部を接着で、間違ってもそれとこちらの角度がこちらの角度が合わないといけない。そうすると漏れないでしっかり接着する、はい、で取り外しが可能っていうこと。漏れないで接着してる。で、壊れない。で、取り外しが可能。こっちか。これで、モデルが固定、枠が固定。で、ちょっと隙間が空いてる。これ樹脂が漏れちゃう。もう少しだ。漏れちゃう。もう少しだ。この角度。ぴったりつける。ぴったりつけとく。ぴったりつけとく。ここの型から漏れないで。樹脂っていうのは GM7000 シリコンが漏れないで型が壊れる。で、OK と。で、こちらの方は厚みが厚いから大丈夫？ OK。 OK。 そうすると型を壊した時に
型枠が外れて、型枠が外れて ABS の下からアクリルの MMA の型枠が外れて、これだけだったら GM7000 シリコンが材料が、隙間から多分漏れることはない。で、万が一漏れた時は、ガムテープで貼っちゃう、はい、うん、で、真空脱法をするともしかするとこの上からオーバーフローする可能性はある。うん、まあやってみましょう。で、これが OK と。と、あとこのこちらの型、はい、型ギリギリで、ギリギリで、コア側は、コア側は、コア側は厚みがある、この中側だから、こうやってぴったりに貼れれば、貼れれば、あ、でも厚みがそっちちょっと厚すぎるな、ということはこれの半分ぐらいだ、これの半分ぐらいだから、そうするとこういう形で、ぴったりここのところぴったりこういうふうにやって貼れれば、貼れれば OK ですよと。ぴったりゲートがこっちにつけば、まあ OK ですよと。と、このゲートの接着は、で、OK ですよと。このぐらいで、ゲートが溶ければいいですよと。これで接着よくしとけば OK ですよと。ね。これで、これで OK ですよと。こういうふうにしてこうしとく、こうしとく、で、乾くまで、うん、乾くまで、はい。で、そこのところを補強するのにちょこっとちょこっとゲート口で補強してやる、うん、補強剤をちょこっと補強してやる。そうすると多分かなりな、これで補強になる、かなりな補強になる、かなりな補強になる。ちょっと補強しすぎだな、これな。OK。 で、どうかっつうとこだね。ああ、やっぱちょっとまだぐらつくことはぐらつくんだね。
よいしょ。どうか。うん。倒れないか。倒れない？ね。倒れないですね。倒れないね。うん。宙に浮くんだろうけどね。はい。うん。こういう感じで、型枠をつけると。それで、どうでしょうかっつとこだね。で、型枠をつけて、これ中空体で浮く、はい、うん、中空体で浮く、うん、ランナーゲートとかゲートがさ、しっかり、はい、あのこの底面と固定されてない時はシリコンこう流すじゃない上から、はい、そうすると脱落する時があるんだよ。このモデルがさ、はい、あの下の底面に落ちちゃうことがレアケースだけどね、はい、うん、やっぱりあのこのモデルはさ、あの複製しようとも原型マスターモデルは結構中空に浮いててゲートが小さいようでしっかりね結構固定されてるんだよね。でまた固定しなくちゃいけないんだけどね。じゃあ型枠をこれでつける。はい、はい、どっちが5でどっちが6だかはちょっと忘れてるんですが、56、どっちが幅が同じ同じ寸法だね。5番と6番、はい、うん、全然同じ寸法だ。そうすると5番、6番こういう形か、こういう形か、こういう形か、5番、6番、6番、こういう形、こういう形で、こういう形で厚みも、厚みも同じ、こういう形で、こういう形でさっきから言ってる、材料が流れないで、材料が流れないで型がしっかりできるということと、じゃあこれで組み立て、型枠の組み立てやりますと。ABS とアクリル、 ABS とアクリル、 ABS とアクリル、型枠が固定されてて、型枠が固定されてて、型枠が固定されてて、ダメだね。で取り外しが効く、型枠が固定されてて、型枠が固定されてて、